やば。あれ。これがスクープね。平和だよな、最近。
来月開園なんだって。伊東のリゾートに遊園地か。こういう場所を取材するってのも新聞部としてありだと思わない？ねえ、プールに何種類もウォータースライダーがあるんだってよ。え、ジェットコースターも？幽霊屋敷に観覧車まで。その返事は。そんなことより。そんなことって何よ。どうして認めさせるってどうすればいいのかな。それは、そうよ、そういうことは有能な助手のワトソン君が考えることであって私が考えることじゃないわ。え、ほら早く考えてよ。急に言われても。そうだ、こういう事件を解決して学校にアピールするってのはどうかな。そういう物騒な話はもうたくさん。たまには明るい話題を新聞部が発信するのもいいと思うの。そりゃまあ確かにそうだけど。え、それって橘さん、その袋の裏。え、何？裏？
よ、橘さん。急いで、めぐるくん。は？取ってきて。何を？さっき捨てに行ったでしょ、ゴミ袋よ。捨てたばっかりなのにまた拾いに行くの？文句言わないの、ほらほら早く。話がズベコが言わずに食べる。はい、もうダメ、腕が疲れた。まだ半分も終わってないよ。じゃあ残りはめぐるくんがやっておいて。そうだ、まゆみ先生か大海さんに手伝ってもらうのはどうかな。手分けすればそれだけ一人分の作業量も減るわけだし。なるほど、それは明暗だわ。めぐるくんよろしく。え？どっちでもいいから何とかしてちょうだいよ。言い出したのはめぐるくんだし。分かったよ。そうだ、まゆみ先生のパソコンを借りてハガキに住所を印刷すればいいんだよ。パソコンで印刷？送り先と差出人のデータさえ打ち込めば、あとはプリンタが勝手にやってくれるはずだよ。そんな便利な方法があったならなんでもっと早く言わないのよ。ごめん。何？私、疲れちゃったからここで待ってるわ。あとはよろしくね。僕一人で行くの？だって、プリンタがやってくれるから簡単なんでしょ？そりゃそうだけど。はい、行ってらっしゃい。失礼します。あら、いらっしゃい。お邪魔します。
どうしたのかな。できればパソコンとプリンターを借りたいんですけど。パソコンとプリンターを？今度は何に使うつもり？ポテトチップの検証に応募したいんですけど、住所を書くのが大変で。あ、そんなにたくさん？貸すのは構わないけれど、あまり個人的な要件に貸しているとけじめがつかなくなるし。そうだ、僕が真由美先生の代わりに何か仕事をします。仕事を？棚の整理でも何でもやりますから。なるほど、労働力を提供するっていうのね。実は私も人手が欲しかったの。これ100本あるんだけど、洗うの手伝ってくれる？100本？別にそれほど汚れてないように見えますけど。一見綺麗に見えるかもしれないけど、いろいろな実験に使っていると薬品がそこの方に残ることがあるの。そうなると次の実験の時に正しい実験結果が出なくて困るでしょ。なるほど。それに下手したら化学反応を起こして大爆発っていう可能性だってあるかもね。爆発？だからそんなことのないように念には念を入れないと。そのハガキのプリントが終わるまでの間だけでいいから、よろしくね。急がなくても結果は同じだって。あれだけたくさん送ったんだから絶対に当たってるわ。悪いんだ、今までこの手のものに当たった試しがないし。大丈夫、めぐるくんは今日という日のために今まで運を温存してたのよ。立花さんは何か当てたことある？ないわ。いらっしゃい。今日は、あ、そうだ、当選発表の日だったかしら。そうなんです、この前はありがとうございました。いいえ、試験官、結局全部洗ってもらっちゃったしね。あ、パソコン貸してもらってもいいですか？いいわよ、どうぞ。どうすればいいんだっけ？僕がやろうか？ダメ、私が最初に見るの。わかったよ、カーソルをブラウザのアイコンに合わせて左クリック。ブラウザ？
どうかな。あ、え、もしかして当たってた？これって…少し早く来すぎたかな。さて、どうしようかな。あれ？そういえばカモメの像って一体どこにあるんだ？しのぶ！早いんだね。ところでさ、待ち合わせのカモメの像ってどこにあるかわかる？あれよ、あれ。え？あんなに小さかったの？もっと大きいと思ってた。とても待ち合わせの目印とは思えないわね。まったく、三宅さんらしいわ。桃井くん、ちょっとじっとしてて。何よ。はい、取れたわよ。糸くずがついていたみたい。そうなんだ。ありがとう。彼女はあそこで何を騒いでいるの？え？なんだ、立花さんももう来てたんだ。しておくわ。ん？ストラップ？
私も買ったのよ。 M はそれが最後だったの。 M？これってイニシャル？そうよ。このストラップ今かなり話題になっているのよ。桃井くん全然知らないのね。ごめん。これもらっていいの？ありがとう。大事にするよ。あら、桃井くん携帯変えたのね。それ写真が撮れるタイプのやつでしょ？うん、以前持ってたやつが壊れちゃって。だから。ああ、何よそれ。おはよう、みやこさん。なになに、なんで二人してそのストラップを持ってるわけ？それは私がさっきそこで買ったのよ。何か文句でもある？なんでめぐるくんの分まで確保してあるのよ。あなたには関係ないわ。遊園地に行くのに雨が降ったら台無しだったよ。晴れるに決まってるじゃない。私晴れ女だから。修学旅行も遠足も一度だって雨だったことがないわ。それはすごいね。今はいい天気だけど午後になったら変わるかもしれないわよ。何よ、せっかく晴れてるのにどうしてそういうこと言うわけ？私、雨女なの。そうなんだ。めぐるくんはどうなの？僕はどっちなのかな。それよりさ、ナオトさんどうしたんだろう？そういえば来ないわね。まもなく9時15分発ソフト行きの船が出発いたします。ご乗船の方はお急ぎください。どうするの？もう船が出てしまうわよ。いいわ、置いていきましょう。私が持ってるから大丈夫よ。何かあれば携帯に連絡が入るでしょ。さあレッツゴー。本当に大丈夫なのかな。